河合勘次郎氏の古典を見る北王子魯山人今年も高島屋であなたの陶器店を見せてもらいましたあなたは会場におられなかったようでしたまた例の病を出して頭ごなしに言うわけではありませんがあなたの作刀は土の仕事がまずいですね高台などと来るとまるでなっていませんよしかし 新しい好みの上薬となるとこれはいつもながらあなたの独壇場だけあってうまいものですね。ここまで来られたら今度は錆びた上薬わびた上薬に手をつけてもらうんですね。それはそうとあなたの作品には「英人リーチ」「リチを竜説」とこの3つの潜入手があってそれがずいぶん今日のあなたに災いしていますね。この潜入手は 最初のあなたには駅友であったでしょうが、今ではかえって邪魔ですね。ここらで一つ足を洗って、方向をお展示になってはいかがです。それからあなた、失礼な話ですが、絵の力をもっともっとお付けにならんといけませんね。絵のことではあなた自身が随分不自由をしておいででしょう。僕はあなたが、 絵ととを十分に身にお付けに身おけなったらいいつでも思いますよ僕はお宅でたった一年しかあなたにお目にかかりませんけれどお別れする時随分いい感じを受けたんです品のいいこと素直なこと若いことなどですそれにあなたは今作闘家中稀に見る芸術家肌であることがいいですよ定点工芸の作闘家たちは 質が悪いですね。袴も履かれるし、モーニングも着られますが、どう見ても仕事になると職人は職人ですね。例外が多少ないでもありませんけど。そこへ行くとあなたでも、浜田、富本の良くんでも、芸術家的なのが何より尊いですよ。これが根本ですからね。 しかし世間では芸術家の仕事と職人の仕事を同じようにしか見ない人がありまして困りますね。時に河合さん、陶器は何と言っても土の仕事ですよ。ととやの茶碗が馬鹿値に売れるのも、小備前が高いのも、南蛮がやかましいのも、皆土の良さと土の仕事の美しさです。土の仕事さえ物を言うなら 絵がなくても、微麗な上薬がかからなくても、見る人はちゃんと見て、あらゆるものの上座に置いてくれています。絵や上薬をつけるとしても、やはり土台である土の仕事がものを言いますね。僕は率直に言いますが、あなたでも、浜田、富本の良君でも、土の仕事はずいぶんご油断と粗骨があると思いますね。それから、絵も字もいけませんね。しかしか 今度の高島屋で見るとあなたの草の絵はずいぶんお手が上がったようですこれでは浜田君も富本さんももう敵ではありませんねこの調子ならぐんぐん上達しますでしょうだがもっといろいろの絵が自由にならんと不自由ですね同じ一つ絵を壺に押し格子に押し茶碗にもとむやみに一つの図をお付けになるのは 心細いじゃありませんか。ことに多数の作品を陳列した場合は、みっともよくはありませんね。と言って、たとえあなたがこのままであっても、それはあなたはあなたで立ってゆくことに心配はないでしょう。定点連のように、いやらしい変なものばかり作っていても、それにはそれのお客がありますから、世の中はずいぶんのんきなものですが。僕の望みはせっかくのことだから。 あなたにもっともっと高いところの芸術家になってほしいのですそうして共に語りたいのですまあ考えてごらんなさいあなたでも浜田富本の良くんでも好きもの側がいつまでも干渉しないでこのまま放っておいたとしたらきっと60の老廃になっても今日のように若い書性好みをやっておいでになるに違いないと僕は心配するんです 今のあなた方の作品は何と言ってもあなた方の年配によって許されているんですよ。もし60歳でこれを作っていてご覧なさい。恥ずかしいじゃありませんか。そこであなたにこびりついている潜入士を取り去ってしまいたいのです。倉橋くんなどもこの点随分気にしていられるんですよ。無償に民芸のコピーをやめようというのではありません。どうせ何かを狙う以上は やはりコピーをやることになるのですから、およそ世にやかましく言われている名作には、人当たり目をお通しになって、コピーの範囲をお広めになってはいかがです。一つところに10年勤務、20年勤務は必ずしも名誉じゃないでしょうから。あなたの温重な性格は美しいものには違いありませんが、相違創作を生んでいく人としては弱すぎるとも言えるのです。 話は別ですが、とにかく幼稚であなたより肝障害の低いつまらん障害家におだて上げられていい気持ちになってはだめですよ。実を言えば、新作品に感心するような人は、陶器でも絵でも本当にはわかる人じゃないですから油断してはいけません。それが証拠にわかる人はめったに買いませんからね。上薬もなく絵もなくて純金の地金よりも、 両目にして高価だという陶器もあるんですよ金の相場はどうでもよいとしても、仮にもそういうもののある以上は、どんなものかと熟視する気になってみてください。そうして、今なさっている様々な仕事を顧みて、若さと幼稚さに気がつき、作家である事故を振り返られて、考えに耐えんというふうになっていただけませんか。それには、あなたも個人作家である以上、 個人作家として、明瞭に残っているあなた方の先輩である、光悦、長次郎、濃厚、任生、健山、栄仙、木玲。少なくも、これらの個人作家の作品に目を通して、彼らはどんな仕事をしたか、どんな特質を持って世に名を成したか、特心の行くまで見ていただきたいと僕は望むんです。昭和8年。